堀さんどうぞ。うまいか。さあ、ゴリさん行ってくんね。じゃあね。バイバイ。不気味で脱走しました。ああ。皆さんおはようございます。今日もいい天気なんで、チャリンコで行ってきます。ここ連日のチャリンコでちょっと足パンパンですけど。小学生スタイルで。いってきます。へえ、じいさん、今日もたっぷり可愛がってやるぜ。あ、到着したんですけど、今日忘れ物で下のパンツ忘れちゃったから、小学生スタイルのまま上だけ着替えて、今日は抽選受けたいと思います。おそす、ヒムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日から始まりました、1ヶ月ガチで立ち回ったら勝てるのかシリーズということで始まりました。今回もまたよろしくお願いします。早速抽選引いてきまして166番、まあ今日は土曜日ということもありまして並びが260、270ってとこですかね、まあ、だから大体まあ半分ぐらいのところで入場ということですから、何打っとくかなと思うんですけど、こういう日ぐらいしかアクロス系とか設定入らないお店なんですね。なので第一候補ビーハナ、第二候補バーサス、第三候補ディスクアップっていう感じで、入って、まあ、狙い台が取られてたら次と移動するっていう形でやっていきたいと思います。昨日ね、北斗無双のチャンネル見ていただいてる方はご存知と思うんですけども、ボコボコにされたんですよねいつものこちらのお店で。何しろ回らないんで、ある程度勝負ができるお店で撮影 OK のところあればそっちの方も実践していくんで、北斗無双のチャンネル他概要欄にあるリンクをぜひ登録しておいてください。というのも YouTube はいつバンされるか分かんないんで、そういう場合は違うチャンネルで告知したりとかもしますんで、まあちょっとお手数をおかけしますけれども、ポチッとしていただいて通知をオンにしていただければ大丈夫なのでよろしくお願いします。はい、まあ今月ね、始まって初日、8月初日っていう大切な一戦目なんで、まあ、設定を積もるっていうのはもちろんなんですけれど もうちょっとしたプラスでも、ちょっとした枚数でもプラスで今日は終えたい、そういう目標です。高設定を積もった暁にはプラス2000枚以上のサマーイを叩き出すことを目標に今日も頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ最後までお付き合いなどお願いします。それでは行ってきますいってらっしゃい自分で言ってどないすんねんなお祈りタイム忘れてました。忘れたらあかんやん。8月初戦勝てますよ。
カが220分の1ズリ。お前はもう死んでいる。やっと来やがったか。
前はもう死んでいる。実践終了ということで見事にボコられました。はい、いつものお店ではね、やっぱりこうなります。もうね、アクロスケなんかね、もう月に2回ぐらいしか設定入らないんでね、あとはもう1なんで基本が、まあ、分かんないですけどもうせやと思いますよ。めったに5とか6とか入らないんでね、6なんかましてや、もう下手したら一生入れへんちゃうかっていうぐらいの、そういう状況なんでね、お店的にはディスクアップしか打てないんですよね、やっぱり。あー、もったいないですよね。3万弾もなくなって、昨日と合わせて9万ぐらい負けてますからね、北斗無双とね。いくらね、撮影できるのはここだけやって言うても、やっぱりね、やっぱりディスクアップ以外触られへん状態なんですよ。よっぽど本気の時じゃないとアクロス系に入らないんでね、設定が。あー、厳しいっすわバーサスね。実技持ってるんですけど、イエスローチャンネルっていうのが概要欄にあるんで、よかったら見てほしいんですけどね、ほんまに不思議と設定変更とかリセットかけたらね、当たりやすい状態 50% ぐらい突入するんですよ。公約高確率状態になるし、まあオカルトですけどね。まあうんともすんとも言わない朝一はバーサスで、もうスイカが220分の1とかね、もう変なことになってるんで、ああいう台はもう敬遠します、僕は。まあしかしでもやられましたね、月勝めったに土日とか稼働しないのに欲張って月勝に来たらこんなことなった。ゲーでそう、酒井さん2番勝、酒井裁判所に今から行ってこようかな。3手続き、あー今日は休みや。どうしようもない、積んでる俺。手続きもできない、手続きもさせてくれない、39歳かけっぷち、積んだ。2日で9万ぐらいなくなった。
雰囲気でいけない。お疲れ様でした。最悪です。自転車盗まれたんで、交番に被害届出してきます。お疲れ様でした。最悪な一日でした。よろしくお願いします。ありがとうございました。